僕の名前はヨウム。ごくごく普通の高校生だ。ああ、今日も学校か。そう、僕は学校が嫌いだ。まず、行きたくない理由の一つに友達がいないからだ。わかる人にはわかると思うが、友達がいないのはとにかく悲惨だ。学校はグループでの活動がとても多い。グループを作るということは人と関わらないといけない。つまり、高校の僕は生存しにくいんだよ。人と関わりたくても怖くて関われないんだよ。どうしたらいいんだよ。本当にふざけんなよ。まあ、親に学校行けって言われたから学校には行くんだけど、行きたくないものは行きたくないんだよね。ヨウム早く学校行かないと。今日遅れたらさすがにヤバいんじゃない？という霊夢も遅れたらヤバいんじゃない？そうだったー。霊夢も早く準備して学校に行こうか。この人は霊夢。僕のくただの兄だ。勉強も運動もできて友達が多い。ただ、こういうちょっと抜けているところがあるから。そういうところがちょっと面白いんだよね。何ぶつくさ言ってんのよ。早くしないとヨウムも遅刻しちゃうわよ。早くしないと遅刻しちゃう。はぁ、はぁ、はぁ、う。な、なんとか学校には間に合いそうだ。ほんと、もう。あとちょっとで遅刻するところだったじゃない。いや、それ霊夢が早く学校に行ってればそういうことにならなかったんじゃ。それでは教室に上がりますか。話が早められた。おはよう。レミリア、おはよう。今日も元気がいいね。そうでもないわよ。じゃあ、レミリア、テンション高いのはなんでなの？だって、昨日オールしてハーイな気分なんだから。そりゃ、ハーイな気分になりますわ。この人はレミリア。僕の幼馴染。説明以上。私の紹介雑くない？雑くない雑くない。いや、絶対雑いでしょ。それはそうと、今日転校生来るらしいよ。え？そうなの？そうそう。噂によればヨウムにめっちゃ似てるらしい。僕に似てるって、なんか嫌だな。先生がやってきた。はい、今日から転校生が来ました。それじゃあ、クラスのみんなに挨拶をして。はじめまして。僕の名前はアルンダーって言います。ちょっとコミュ障気味なので積極的に話しかけてくれると嬉しいです。いや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 。見過ぎというレベル超えてそのまんまの僕じゃん。ヨウム、うるさいぞー。あ、先生すいません。それはそうとして、ヨウムさん、確かに僕たち似てますね。まあ、確かに似てるっちゃー似てるかな。なんか、霊夢より似てるなー。兄弟より似てるってどういうことだ？もうそろそろ授業始めるぞー。やっとお昼ご飯だー。さっさと弁当でも食べますか。今日のお弁当は、お子様ランチ。お弁当を早弁してお昼に何も食べれなくなった人です。今日もおかずを求めてこじきこじき。やばい、霊夢がおかずをこじきしている。くん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 、これは大好物なお子様ランチの匂い。お子様ランチが食べたいなー。これ僕の弁当だからね。霊夢は別のもの食べたでしょ。僕はお子様ランチが食べたいだけだから食べさせないって。見るだけでいいからねえ。ちょっとお子様ランチ貸して。あ、ちょっと原材料名は卵、ハンバーグ、ご飯、あとは知らん。というわけでいただきまーす。え、あ、ちょっと美味しかったー。お子様ランチは最高やな。急に体調が悪くなってきた。霊夢大丈夫か？さっき食中毒に当たったような反応をして。霊夢の様子がおかしい。早く病院に連れて行かないと。僕は霊夢のことが心配になり、足早に病院に向かった。あら、あなたは霊夢さんをお見舞いに来た人かしら？え、まあ、はい、そんな感じです。それなら、霊夢さんなら大丈夫ですよ。ただ単に食中毒になっただけです。命に別状がないので心配しないでください。よかった。これでお母さんに霊夢の無事を教えられる。
あ、もしかしてご家族の方でしたか。大変申し訳ございません。いえいえ、大丈夫です。双子で似てないんで、友達だと思われても仕方ないです。双子、似てない。は？実は私今回霊夢さんの血液を調べたところ、血液が違ってたんですよね。血液が違ってた？はい、血液が間違って登録されてました。私も最初驚きましたよ。はい、そうですか。実は僕、前々から霊夢と兄弟だと思ってなかったんですよね。僕は、霊夢との違いを先生に教えた。そうですね。せっかくなんで今から同じ兄弟なのか調べましょう。エイリン先生、わかりました。診断結果後、僕は霊夢と同じ兄弟ではなかった。